ね、皆さんなんか黄色いゴールデンパスなんていうのがね、ついておりますがね、なかなか業者日にね入るっていうのはなかなかなかったことでございますけどね、今回初めての試みでございますね、高いお金払ってきたわけでございますね、はい、それだけでももうこの目の前で株につきができるというね、なかなかできないことでございますんで、はい、ぜひいろんなもの、こちらの方、ご用意してありますんでね、ここだけじゃなくてですね、島のはたまざまな場所に島のというものが、入っております。ヘラブナのコーナーだったり、トラウトのコーナーだったり物販のコーナーだったりさまざまなところでですね、あちらこちらに散っております。あ、ここにも島のがある、あそこにも島のがあるというのがですね、分かると思いますんでね、ぜひぜひ。さあ今のカタログの方を今ね売っておりますけどもね、先ほども言いましたが、あんまりこう買う直前でこう言ってしまうとね、何止めてんだよってなりますからね、見ていただいても分厚いでしょう、相当重たいですからね、ね、後で買った方がいいですよ、ね、後でね、はい、さあ釣具屋さんの皆さんこんにちはということでね、今日12時半からはですね一番奥のコーナー50メーターあります。そこのコーナーすべて使いまして、キャスティングの、レクチャーいきたいと思いますね、なんであんな風にあそこにピッと落とせるの、見ていただければ、あ、そういうことねというのが分かります。これからですね釣りを始める方たち、お子さん、ね、彼女、奥さん、ね、友達、あ、こうやって押さえれば、すぐに投げるのを覚えられるのねっていうのが分かりますので、12時半からはですねぜひ一番奥のコーナーに来ていただけましたら、今日はそんなに、人が入りませんから、ね、ただし言っときます、土日は、よっぽど前に入ってていただかないと入れません、ね、今日は、ガラガラですっきりと見ることができますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今の僕の手元の方に乗っかっているのはこれ、新しく出ましたツインパワーでございます、ね、めちゃくちゃ巻き感がいい、巻き心地がね、これセロじゃないのっていうぐらいに、非常に良くなっております。よく YouTuber の方がですねステラを超えた、いや超えてません、ね、今ステラが一番最高級で、ね、そしてこのツインパワーが、出ております。新しい電動リールの方も数々こちらの方に並んでおります。ね、うち、あの、ちなみに釣り屋さんで、しますと、あの、私は同業者でございます、ね、今まで、うちの店では、電動リール置かなかったんですよ。初めて電動リールを取りました、ね、そんな感じでございます。さ、今日はですね本当に一般の方々もたくさん入っております、ね、そして釣り屋さん、今一般の方々がどういうものを、興味示しているのか、これ一番見るいい機会でございますよ、ね、一番あの、あ、そういうこれにみんな行くんだよねっていうのが分かると思います。さらにですね総選挙っていうのがございまして、なんと、ワールドシャワー今8機種、これから出そうとしてるんですが、本日投票していただいた方、今日と明日と明後日この3日間で、ここに来て投票していただいた方、の一番人気の商品が出ます。大阪省でもですね、同じことをやります、大阪省の方でも同じことをやりますんでね。さあこれ見ていただきますと、これ今物販の方で一番、奥です。奥の角でですねこれらの T シャツ、トレーナー、そしてトートバッグ、キャップね、さまざまなものがですねこちら、もうこんなちょっとこれ結構良かったですよこれ、さまざまなものはあちらの方で物販の方で買うことができます、ね、明日明後日はですね大行列ができてしまいましてですねなかなか買うことができなくなりますが、今日はそこまで混んでおりませんので、ね、今日行っていただきますとそんなに並ばずに、土曜日日曜日はですねすごい行列になるんですよ。で、こんなに並ぶのっていう風になりますので、
今日はあの本当にね一番いいチャンスでございますんでね、ぜひ、この後もですね、まあ、さまざまな、インストラクターがここに立ちまして、セミナー、ね、それから商品の説明等をいろいろしていきます、ね、時間を見ていただきますとダーンとこう書いてありますんで、あの商品の説明聞きたいなと、いうことがございましたら、こちらの方にまた立ち寄っていただきまして、ぜひ見てってください、ね、これはあの小さなお子様、たちにですね、あのお配りしたりなんかしております、ね、キャンペーン中でございますんでね、ぜひぜひあのいろんなもの、あの毎回あの一般の日になりますと、あの家族のご家族で来られる方がおりますので、その方たちにですね、帽子やなんかを、プレゼントしておりますんでね、はい、さあ島のこちら島のブースでございます、ぜひこちらの方お立ち寄りになっていただき、さまざまな商品手に取って、いただき、見てってください。残念ながらワールドシャウラだけはですね、リミテッドだけは触ることができないんです。触れないんです。はい、ガラス板になっておりますんでね、見て眺めるだけでございますんでね、はい、さあ、同業者の皆さんこんにちはでございます。はい、こういったテルダ釣り屋の親父でございますからね、新しい製品いろいろ出ておりますんで、写真を撮るときもう少し寄っていただきまして、それ離れすぎでございますんで、はい、そうすると僕ポーズしますんで、ぜひ難しい人たちがいっぱいいますんでね、釣り屋さんでは聞けなかったあんなことこんなことっていうのをぜひこの機会にですね聞いていただきまして、ね、本日この例えば電動リールの方でいきますとですね、なんと電気屋さんまで来ますから、もう島のもわからないぐらいの細かいところまでこう分かってきたりね、もちろんそれを全部研究してこう作ってるわけでございますけどね、まあロッドにしてもリールにしてもね、どうやって編み込んで作ってんの、釣り屋さんわかんないじゃないですかね、だからダブル X ってどういうことよ、ね、どうやって釣り竿をこう巻いてるの、ね、普通にくるくるって巻いてカーボンテープ巻いて、はい、おしまい、これが通常の竿でございますよ、ね、シマノのいい竿なんでこんなに高いのよと、最初にカーボンテープと言われるものをこう巻いていきます、反対側からまた巻いていきます、巻き直しでございますね、ここで2軸となります、そこから1枚開いて3軸、そこから X ライン上にこう巻いていく、4軸5軸とこう変わっていく、だから作ってる工程がまるで違うというね、はい、この竿はそういうことねというのが分かると思います。まあ釣り竿っていうのは作り方が様々ございますからね、各メーカーによってこういろんな作り方がございますけども、シマノはこういうやり方をやってますよという、だから僕が世界中行っても壊れない、ね、はい、強いロッドができるというわけでございます、ね、僕のテストが多分一番過酷だと思います、ね、はい、シマノのドラム、これどうやってやると思います、お魚釣ってやると思います、そんなのバイクで引っ掛けてビヤーって走ったらドラム分かるじゃないですか、分かりますよね、10回でも20回でもやってくれますよね、ちょっともう一回言ってって言うとドラム熱くなりますよね、耐久力っていうのがあるわけでしょ、じゃあお魚釣りやってってそれ分かりますか、分からないでしょう、たかだか5匹10匹釣ったってね、マグロ君もね疲れるんですがバイクは疲れないんですよ、ね、マグロ君は疲れるんですがバイク疲れないんです、とこれ締めてやったらどうなるの、緩めてやったらどうなるのっていろんなテストというのがございます、ね、ガイドが抜けるあんまり言っちゃうと こう言っちゃうとこう秘密をこう、ね、言ってしまうとあれですが、どうやったら糸が抜けていく、そういうテストもね別に投げなくてもいいんですよ、いろんなやり方があるということでございますね、長年言いますんで多分僕が一番古いんですこの間誕生日を迎えましてまた年を取ってしまいましたね、はい、もう間もなく70っていうのが見えてきておりますからね、はい、もうちょいでございます、あとちょっとでこう足をかけてまいりましたので、
でね、はい、ぜひ、今日見たいものをね、ありましたら、まあ、鮎の竿、磯の竿、投げの竿、ね、ついでに投げ方とかね、いろんなこともこう教えてくれますよ、ね、ぜひぜひ、皆さん、そこのところ、専門の人間にですね、さらにインストラクターの方も用意してあります。俺が用意したわけじゃないんですが、島野が用意したんですけどね、各インストラクターが用意されておりますんで、その、場所場所におりますんで、ね、これ実際使った時どうなんのよというようなね、お話もいろいろ聞けると思います、ね、今日はじっくりとですね、皆さん聞いてってください。本日一応ですね、いろんなところに島野がございます。あちらの方に行きますね、トラウトの島野がございます。この辺行きますとヘラの島野がありましてね、真ん中にですね、真ん中のブースあたりへ行きますと、ちょっと変わったですね、ルアーフィッシングやるのにこんなのよみたいなのがあったり、ね、さらに一番奥の方に物販、ここでしか売らない、例えばシャツだとかトートバッグだとか帽子だとか、いろんなもの島野が用意しております。それ一番奥の角でございますね、端から端まで島野がいろんなところに、用意されておりますんでね、ぜひその辺のところもゆっくり、あ、ここにも島野がある、ここにも島野がある、ね、あ、ヘラブナはヘラブナで分かれてたのかとかね、そういうのがいろいろございますんで、その辺のところも回ってきていただければ、ね、ここに全部用意してありますんでね、はい、ぜひぜひ、僕とずっと僕のところに言いますと何にも見れませんからね、俺ずっと喋ってますから、ずっと喋ってますからね、本当に重たいカタログは後で、ね、大丈夫です、うち、女子たちをここに用意してありますんで、ね、いつでも会えるようになっておりますんで、ね、はい、まずはですね、新しいリールあたりから見ていただきまして、ね、ちょっとここ巻き心地感と巻き感っていう、すごいな、これ、ね、1987年に最初ツインパワーっていうのが出たんですよ、ね、だから新しい今いるインストラクターの子たちがまだお子ちゃまの時でございます、ね、僕はその時ツリング売っておりましたから、ね、ツリング屋の親父でございます。でもすでにその時時点でも、売っておりまして、もうツインパワーの前からね、まあ、ダックスっていうリールがあったんですが、これは島野の社員でも分かってる人間がほぼいません。はい、1970年代初頭でございます、ね、その頃から釣りに売っております。いくつなんだから大丈夫はっていうね、世界でございます。まあまあ本当にさまざまなリール、ロット、ね、そしてウェアだとか、クーラーボックス、いろんなものがね、島野のクーラーボックスってなんでこんなに氷が持つと、その秘密は、あ、そういうことね、次の皆さん教えてくれないでしょ、ね、あのクーラーボックス、あれ10万円超えるんですよ、一番高いやつ。クーラーの開けますよね、中にステラ入ってないんですよ、中にステラが入ってないにもかかわらず開け、え、何にもないのになんで10万円もするの、氷が1週間も持つ、どういうことこれ、毎日買う必要ないのよね。例えば何かのね、今もうね、不幸なことに1月1日にですね、あんな事件がございました。まあ地震です。ね、いろんなところでね、1月17日といえばね、まあもっと、阪神淡路っていうのもね、東日本なんていうのもありまして、まあうちの周りもですね、まあ、あれと同じ道があんなになっちゃうんですよ。ね、そういう時に、ああいうクーラーボックス1個あると、ね、1週間も、氷持ってしまいます、ね、1週間これ溶け始めますが、まださらに大丈夫ですからね、そういうものもあるとか、ぜひなぜそういう風になっている担当者いますんで、ね、聞いてあげてください、ね、はい、マジいろんなものございます、はい、早く見に行ってください早く見に行ってください、ね、いろんなものさまざまなものを見てってください。はい、皆さんこんにちは、こちら島野のブースでございますね、ぜひ新しい商品だけではなくですね、なかなか釣り屋さんで見られなかったあの商品、この商品、全てご用意させていただいております、ぜひこちらの方のブースの方においでいただきまして、ぜひ、いろいろ触ってみて、
聞いていってください、各担当者がですね細かく教えていただけますんで、さらにインストラクター等もですね、各ブースに、準備されておりますんでね、その辺釣りの、ここあそこ、こんな釣り方したいんだけどあんな釣り方したいんだけど、いろんなところに行ってるインストラクターの人たちがですねそれを、全部教えてくれますんでね、ぜひ皆さん聞いてってください。はい、本日は島のご来店いただきまして誠にありがとうございます。